恋不要、山本周五郎、一。はあ小菊は喜びに震えながら、そっともみの木にもたれかかった。いつかしら月が昇って森のこの間越しに淡い光が、小菊の肩から腰への丸い線を生めかしく照らし出していた。許してください。 友之助は苦しげに、こんなことを申し上げるつもりはなかったのですが、今度戦場へ戻れば、生きて帰らぬ体です。男が一生に一度の恋、一言あなたに打ち明ければ、私は満足して死ねます。いいえ、いいえ。小菊はそっと頭を振った。あなたは、 死にはなさいませんわ。生きて帰っていらっしゃいますわ。もしあなたが討ち死になすったら、小菊も生きてはおりませぬ。え、あなたは何を言うのです。私も、塔からあなたを、おたい申しておりました。おお、と之助は、撃たれたように立ちすくんだ。もう、 言葉などはいらない、見交わした目と目が、互いの胸に高なる血と血が、百万の言葉よりも強く二人を結びつけるのだ。小菊<肉>、友之助様。よろめくように二人はすり寄った。草の切れと土の蒸す匂いの中に、震えおののく胸と胸が、皮脂と絡み合った。 森の奥で野鳥の砂木がそそるように聞こえている「小菊小菊はおらぬか」地続きの庭の方から父親の呼ぶ声が響いてきた小菊ははっとして男の胸から離れ恥じらいながら獲物をただした「父が呼んでおります」 お帰りなさい。はい。友之助はもう一度、小菊の体を引き寄せた。もう、私は死にません。必ず外人いたします。そうしたら、ご尊夫に申し上げて、婚姻のお許しを受けましょう。きっと、きっとね。谷谷友之助は、今こそ、伊達家中、 随一の勇者です。待っていていい。くださいあなたの夫として恥ずかしからぬ巧妙手柄を立てて帰りますうれしゅうございますわ小菊は火のような頬を友之助の胸へすりつけるとつっとすり抜けて森の外へ友之助は踊り上がりたいような喜びを胸いっぱいにして遠のいてゆく 娘の後ろ姿を見送った谷谷友之助は伊達政宗の家臣六五十間をはむ勝ち組だった天正十七年冬政宗が黒川城の芦名森重と戦を構えるや戦方として万代参加に転戦手傷を負って帰郷したのであるが それもようやく言えたので、四五日うちには再び戦場へ戻ることになっていた。小肉かしおりどから入る気配で、障子をいっぱいに開けた広間のうちから父、神左衛門の大きく叫ぶ声がした。はい。早く来い。神三郎が戻っているぞ。ま、あ。 小肉は急いで縁から上がる。人材門と向き合って、いとこの杉森勘三郎がくつろいだ姿で座っていた。まあ、お兄様。小肉か、達者でいるな。私よりお兄様こそ、どうしてお戻りなされましたお怪我でございますかそして戦争の様子はこれ。 そう、何もかも一緒に聞くやつがあるか。勘三郎はの、この度、おぼし飯によって、シュカブト隊に回り、しかも、隊長に任せられたのだぞ。シュカブト隊の隊長まあ。小菊は目を大きく見張った。勘三郎は高火隊に謙遜の色を浮かべながら、 それほどの器量でもないが、二本松の合戦で、船隊長、須藤鬼屋田殿が討ち死にをした、その後釜を頂戴したのだよ。お立派ですわ。ねえ、父上様。杉森の一族から、主ュカ隊長を出すなんて、こんな名誉なことは、ございませんわ。それから、谷やな、勘三郎が言葉を継いだ。 あの、友之助も、主株と隊に回されたぞ。友之助様も、まあ。小菊は、思わず、頬の熱くなるのを感じた。に、主株と隊というのは、百鬼をもって組まれ、大使はいずれも、果敢豪遊の人物を選び、また、大の目印とも言うべき、 八金を朱色に塗った兜は、正宗から直々に貸しされるという名誉の遊撃部隊であった。勘三郎の帰京は、陣中の正宗から、本庄米沢への放置に兼ねて、留守役の親族に出世の喜びを分かってこいと、五日の休暇をもらってきたのであった。幼馴染みの二人、 幸いにしてカンザが一足先に出世したが、友との中に孔家はない。これからは二人力を合わせて、株と体の威力を天下に示してやるのだ。勇ましい勇ましい。神エモンは膝を打った。小菊はカンザブ三郎のたくましい横顔を頼もしく見守りながら。お兄様が隊長なら、 谷屋様もきっと目覚ましいお働きができましょう。どうぞお二人揃って立派な手柄をお立て遊ばせ。もうよいぞ小菊。お前は行って酒の支度をしてくれ。何はなくとも今宵は祝宴じゃ。はい。たんとご馳走を作りましょう。いそいそと立ってゆく小菊の後ろ姿を勘三郎は 熱い瞳でじっと見送った。往来に二日取られる中三日の休暇は瞬くうちに過ぎてしまった。明日は早く戦場へ発足という前夜のことである。友之助も招いて、米別の主演を張ったが、それもようやく終わって、人左衛門は根前退き、友之助は帰っていった。微水の方を覚まそうと、 庭へ降りた勘三郎は、おじの愛する春先の珍酒、扶養畑の白い花が咲き揃っているところへやってきた。月もよし、花もよし。酔いの薄締めりした微風に瓶を吹かせながら足を止めると、後ろに足を飛ばして、小菊が静かに近寄ってきた。 いよいよ明日はお別れですのね。小木くか、おじい上は。今、伏戸へお入りなされました。今宵はだいぶ召されたな。嬉しいのですわ。お兄様を自分のこのように思っているのですもの。ゆうべもゆうべ、ぐんべいが生きていたらどんなに喜ぼうぞ。そう言って悲しそうに。 父が生きていたら、勘三郎はそっとつぶやいた。早く母を失い、続いて父・軍兵に先立たれた勘三郎は、神左衛門を父とも母とも思って育った。軍兵と言われても、目に浮かぶ面影は、ームの彼方に薄れていた。なあ、小菊。 カンザは今宵お前に打ち明けて話したいことがあるのだ。聞いてくれるか。カンザブローの声はかすかに震えていたが、小肉はそれに気づくまでもなく、思わずこちらも咳き込んで、あら、私もヨウ兄様。お前が私もお話がありますの。そう言って、しかし小肉は思わず、 自分の浮ついた調子に気づき、さっと頬を染めた。気候、話してごらん。勘三郎の胸は騒いでいた。いいえ、でも、お兄様が先ですわ。お前、言ってごらん。嫌ですわ。どうぞ、お兄様から。小菊はこびるように身をもんだ。 半年前には見なかった、生めかしい身振り、溢れるばかりの品が、若い勘三郎の心を激しくそそるのだった。小菊、お前、あら小菊は不意に身を反らすと、そこに咲き誇っている、不要の一輪を摘み取った。まあ、うん、小菊の不要が咲きましたわ。 この一本だけは私が丹精しましたの。お兄様、これをもらってくださる。ありがとう。恥じらいながら差し出す花を勘三郎はしかと受け取った。その時、小肉の髪が甘く匂い、乙女の肌の香りが勘三郎の心をかき乱した。 でも、摘んだ花はすぐしぼんでしまいますわね。たとえ花は枯れても、これをくれたお前の心は枯れはせぬ。かんざは大事に、大事にしまっておく。お兄様小菊は思い切ったように振り返ったが、やはりいざとなると勇気がくじけて、たもとで顔を隠してしまった。いいえだめ。 申し上げられませんわ。どうしたのだ、小菊。お願いがあるのですけれど、でも、でも、恥ずかしいのですもの。勘三郎は思わず一足進み出た。と、小菊は身を浸らせながら。お手紙を差し上げますわ。後からお手紙ですっかり申し上げますわ。でも、どうぞ。 小菊をお笑いなさいますな。ね。そう言うとそのままきびすを返して小菊は母屋の方へ走り去った。3あくる朝早く馬上の若武者2期米沢から二本松へ向かって吾妻越えを急いでいた。峠へかかると友之助は後ろを見返って。 いや、お城が見える。少し馬を休めるとしようか。二人は馬をつないで草の上に腰を下ろした。杉森、友之助は一汗拭くと、実は貴公に降り入って頼んでおきたいことがあるのだ。なんだ、戦場に骨を拾う頼みなら、互いのことだぞ。いや、そうではない。 友之助は少し顔をあからめて、今度の戦にもし、ブーンめでたく外人することができたなら、俺は、嫁を埋めとろうと思っている。仲人星というのか。うん。相手は、気候も知っている人だ。誰だろう。勘三郎は微笑しながら空を見上げた。 昨夜の胸を踊る一時、小肉の生めかしい姿が幻のように思い出されたのである。そう言えばわかるはずだが、はてな。はじめに、こという字がつく。こ、はて、村井の小房か。違うよあんなおかめ。 では、長谷部の。いや、小袖は、中太の言い名付けだ。妹があるだろう。バカな、あれは今年まだ十一歳だ。二人は声を合わせて笑った。とすると、この字のつく娘は、今度はわかるだろう。勘三郎はぎくっとして目をそらした。 友之助はしばらく待ったが、返事がないので、我慢できずに一膝揺り出し、気候のいとこ、小菊殿だ。中央堂を頼む、な。勘三郎は大きく息をつきながら立った。友之助とは幼友達、それも弟のように慣れ愛してきた男である。 今日までは悲しみも喜びも分かち合い、互いに精霊しつつ、シスとも離れじと固く友情で結ばれていた。それが今、自分と同じように、一人の小菊を嫁にと望んでいるのだ。ダメか、ンザ。とも、勘三郎は振り向いた。 他のことと違って、一生の大事だから、俺は遠慮せずに言うが、小菊のことなら諦めてくれ。諦めろなぜ友之助はいぶかしそうに見上げた。隠さずに言おう。実は小菊は、俺が命に変えて愛しく思う女だ。今度帰ってきたのも、 一つには小菊の気持ちを確かめてみたかったからなのだ。友之助の顔色がさっと変わった。勘三郎は目を伏せた。友之助は鋭く。それで小菊は承知したか承知した。と、俺は思う。嘘だ。何嘘だ。大嘘だ。 か之助は立ち上がってあざけるように。その証拠には、小菊はすでに俺と、固く約束を交わしているのだ。あの人が、二人も三人も、心を許す人か。嘘を言うな。気功が、小菊と、約束した。そうよ、忘れもせぬ。気功が戦場から帰った晩、神戸の森で二人っきり。 外人したら、夫婦になろうと。黙れとも。勘三郎は、大声に叫んだ。前夜の小肉の様子、不要の花を摘み取ってくれた姿が、まだ、ありありと目にある勘三郎は、一途に、友之助の言葉を、恋にくらんだ暴言と思った。貴様。 小菊を恥ずかしめるか恥ずかしめるとはその方のことだ。心許さぬ者がなんで俺と忍び合う現に。やめろやめぬ、俺と小菊とは。うん、あくまで言うか。カットした勘三郎、いきなり拳を上げて、友之助の高砲を殴りつけた。 友之助はよろめいたが、手向かいもせず、冷ややかに嘲笑った。殴れ殴れ。それで俺をやっつけたと思うなら、いくらでも殴るがよい。気候は株と隊の隊長だ。俺は、手向かいはせぬぞ。馬鹿者、恥を知れ。ありがとう。覚えておこう。言い捨てると、友之助は、 馬を引き出し飛び乗るとそのまま後をも見ずに峠を越えて走り去ってしまった44、ま、月元宮を陥れ三春森山と敵類を抜いた伊達政宗はさらに須賀川を占領して一気に本庄黒川を攻め落とそうとしたが 長沼城に寄った阿名の優勝高田玄馬森高が眼鏡に攻め口を塞いで動かぬついに大陣月夜に及んだ人前時を過ごせば相模北条の北前を恐れねばならぬン雨降り続く六月初め政宗は奮前蔵を打って決戦すべきを礼し老臣片倉影月をしてすり上げ原に進ましめ 別に遊撃として株と隊を静止堂に置き秘策を授けて必死の陣を敷いた剣路難攻静止堂に至った株と隊身隠れの森に馬を止め地理を案じ剣を増して軍令の至るのを待った夜明けを決行すべし第一の軍令は6月14日に来た シュカブト隊の任務は、長沼城の絡めてへ奇襲をかけるにあった。片倉勢が王手へ攻めをかける前に、城兵の勢力を二分するため、日頃、シュカブト隊の戦法するところ、必ず伊達勢の主力ありという定評を利用し、特にこれを奇襲部隊に当てたのである。 杉森勘三郎は大使を集め、そのうち十名を選んで先鋒とした。この度の任務は合戦を勝利に導くか、敗北せしめるか、二頭を分ける重大な席がかかっているのだ。一人も生きて帰ると思うな。ドクロをデイドに任して、主ュとブ隊の名を万世に輝かすべき時だぞ。出陣。 シカブト隊は、身隠れの森を発した。霧のような雨が降っていたかと思うといつか闇、み、雲間から高校と月が差し入れた。しかし、それも長いことではなくて、すぐにまた、じとじとと雨になる。県路ところどころ土砂が崩れ、景択は水かさを増して、行軍の困難は思いのほかにひどかった。 友之助は、その後に日すっかり気力を失い、身も魂も憔悴していた。勘三郎は小菊を自分のものにしようとしている。俺はいつか勘三郎のために七に落とし入れられるに違いない。そういう器具が、東越の峠の日からこの方、いつも頭から去らなかった。 杉森は隊長で、自分は部下である。隊長の命令とあれば、どんな基地にも踏み込まねばなるまい。あいつ、俺を殺す。きっと殺すぞ。だが俺はそう無駄無駄とは死なぬ。俺は生きるのだ。たとえ、一日でも、小菊と夫婦になるまでは、石にかじりついても生きてみせるぞ。 固く心に誓いながら、毎日来る日も来る日も、勘三郎の目を挑むように睨んでいた。殺すのは今日か、明日か。張り切った譲るのように、勘三郎の命令のあるのを待っていると、今日の軍令である。いよいよその時が来たなと思った。さあ来てみろ。友之助はそう安々とは死んでやらぬぞ。 拳を握っって軍に従った。小畑へ来ると一度そこへ泊まって馬に水をやり兵は戦争を整えた勘三郎は馬上に大使を見回しながら「これから夜襲にかかる先方隊は隊長のそばにいろ」「号令があったらまっすぐに柵の中へ切り込むのだ一人も退くことならぬ」 軍令に背く者は警察だ。出発。一度を祝然と進発した。強行すること半時、竹芝の柵、間近に迫った主ュカブト隊は、そこで兵を開き、用意してきた仕掛けの大巻藁を十束、おの班の半の間隔を置いて並べ、一時に火を放って、わあ わっと時を作った。とつこつとして起こった歓声。暗転を焦がして燃え上がる火の手を見て、巣はこそ野衆ぞと。城中は色めき立った。かがりの火に右往左往する神馬の姿。見るより勘三郎は安情高く、ばらりと災配を振った。かかれ玄関に、 シかぶとト隊の面々、ドットをめきつつ、柵へ向かって殺到した。城内の兵、またこれに応じて、かがり火延々と焚き上げつつ、軌道を固め、雨のごとく、や、鉄砲を追いかけて防戦したが、瞬く暇にひしひしと詰め寄せた敵兵、兜の鉢金、ね、朱に塗られたのを見るなり、行転して。いや あれを見ろ、朱色の兜だ。朱兜体だ。さてこそ伊達の精鋭ぞ。火星を呼べ。火星を呼べ。とにわかに強いどよめきが巻き起こった。五。果たして正宗の策は的中した。朱兜体のあるところ、必ず伊達の主力あり、という今までの経験で、 城兵は全く狼狽の渦に巻き込まれた。馬上に木を見ていた勘三郎、自分はよしと、先方をかかれ、命を下した。流行り立つ馬を制して、号令を阻しと待ち構えていた先方の一段、声に応じて、わっと時を作るや、馬服を蹴って、雪崩のごとく、無に無残に木戸へ殺到する。 打って出ようとする城兵の鼻先へ逆を突いたからドドドとたじろぐ見る間に軌道を破って先方十騎は柵内へ切り込んだ「ひらめく剣」「飛ぶ槍、り」「奔する馬」「教官、どよめき」瞬時にしてそこには無残な決戦が展開された一番組頭の瀬越十郎太が。 馬を乗り付けてきて叫ぶ。隊長、二番手をかけるときです。まだ、勘三郎は見向きもしない。上兵は混乱しています。知っている。遅れては、先方が大札です。勘三郎は返事をしない。そこへ、荒井野兵と三番組頭、 中の進与田権七の三名が馬をあおってきた彼らの後ろには谷谷友之助の怯えたような顔がある「隊長切り込む時です先方は苦戦しています我々をやってください隊長」しかしその時勘三郎はすっくと馬上に伸び上がって 采配を打ち振ると、大音に叫んだ。尻溶け。意外な号令。は四名は行転して、しばらくは言葉もなかった。すると、友之助がいきなり馬を寄せてきて、うわずった声でわめき出した。尻溶けというのか、この名誉ある屍太隊に退却しろというのか。 かしこに苦戦している先法を見殺しにして。隊長、それはできません。背越十郎太も詰め寄った。せっかく切り込んだ大使をどうするのです。あれを見捨てて退くなど、我々には到底できぬことです、隊長。退くのだ。兵を集めろ。勘三郎は強く叫んだ。 軍令に背く者は警察だぞ。誰もかも、勘三郎の弦とした言葉に逆らうものはなかった。勘三郎は馬首を返した。屍と隊は槍を伏せ、声を収めて退却を始めた。誰一人として後ろを振り返るものはない。雨はまた、 音もなく降り出し、兵の兜に物の具に雫を流した。静止道峠にかかった時、遥かに長沼城のあたりで高く時の声の上がるのが聞こえた。切り込んでいった戦方が全滅したのであろう。聞く者皆、胸を刺される思いで、安全と馬を飼って陣地へ帰った。 本人からの軍令は次々と来た。今夜半、夜衆を決行すべし、明朝、行案をついて教襲すべし。その度に三憺たる襲撃は繰り返された。二回、三回、四回。そしてその度ごとに先方として切り込んでゆく者は全滅して、今や株と大使はその数、 半分となってしまった。与田ゴン七も死んだ。三番組頭、畑中,中之進も死んだ。瀬越十郎太も帰らなかった。黄昏の色が濃くなると、今夜こそ俺の番だ。友之助は骨を削られるような恐怖に襲われるのであった。ああ、小菊。 俺は、友之助はあえぐようにつぶやく。俺は死ねぬぞ。死ぬなら一目、せめて一目会いたい。一言別れを言ってから死にたい。小菊。二十五歳の今日まで武家に人となって、遅れを取ったことのない彼。幾千状に命を落として奮戦し、 若手のうちにも果敢のものに数えられている友之助が、小肉あればこそ心を刺す苦痛未練であった。苦悩は人なく夜となく続いた。一日ごとに同杯の姿は減ってゆく。罠にかかった獣が一寸ずつ縄を詰められるように、 じりじりと迫ってくる死の手だ。ダメだ。いつかは来る。友之助は絶望して叫んだ。いつかは、俺の番が来るのだ。どうもがいても、生きて帰れる術はない。ならばいっそ、早く死の。もう、待っているのはたくさんだ。小肉。 俺は死ぬぞ友之助は勘三郎の前へ走っていった「隊長お願いです」何か用か勘三郎はその時小菊へ送る手紙を書いていたが筆を置いて振り返った私はもう法ーの死んでいくのを。 見ているのに耐えられません。今宵の夜衆には、私を先方のうちへ加えてもらいたいのです。六。勘三郎はしばらく友之助の顔を見守っていたが、やがて静かに言った。友、お前まだあの時のことを根に持っているのか。私は先方に加えてもらいたいのだ。 まあ聞け。許してもらえますか。勘三郎は立ち上がって、大股に歩み寄ると、友之助の肩をしっかり掴んだ。友、良い加減にするものだぞ。俺とお前とは、幼い頃から約束がしてあったはずではないか。生まれた時こそ違え、死ぬ時には必ず二人一緒と。 そんな甘口はたくさんだ。俺は自分がいつかは殺されるのを知っている。よせ。よさぬ。恋敵に命の綱を握られている友之助だ。死ぬと決まって一日延ばしに生きることがどんなにつらいか、気候にわかるか。もうたくさんだ。人思いに殺されたい。やってくれ。貴様。 さすがに勘三郎が色をなして詰め寄る。とその時、馬を煽って本人からの電気が来た。軍礼でござる。ご苦労。勘三郎は厳ビを返すと大股に立って行って、軍礼を受け取った。友之助の方へは目もくれず、手早く悲見すると。一 明朝明けやどき、大手カタクラ勢は総攻撃を開始すべし。一、これが牽制のため、主株とブ隊は最後の教習を決行せよ。全死一人も生還あるべからず。一、政宗がメイドの先駆けは、主株とブ隊になるぞ。右京太夫政宗、顔 地裁承知つかまつった。勘三郎はっこと笑って、御前よろしゅごめん。電気は一遊すると馬を回した。勘三郎は力強く友之助の前へ戻ってきて言う。友、お前の望みが叶ったぞ。本人からの軍令だ。いよいよ。 シかぶと隊、生き残りの同士、全部靴輪を並べて、内死にする時が来た。つまらぬ意地などは捨てろ。潔く、二人一緒に死のうぞ。友之助はしかし、鋭い憎悪の瞳で、勘三郎を睨みつけたまま、大股にそこを立ち去っていった。直ちに兵が集められた。 最後の戦闘と聞いて、大使の活気は富に燃え上がり、馬を洗い、剣を改め、身を清めて決戦の支度を急いだ。その時、一度帰って行った本陣からの電気が引き返してきて、隊長杉森殿に、と叫ぶ。勘三郎が出て行くと、死球の軍令で失念しました。 本人から別に一通書面をことずかって参ったのです。拙者にか。はい、これです。電気は書状を渡すと、再び馬を巡らせて本人へ走り去った。書面を手にした刹那、勘三郎はすぐに小菊からだと思い、我にもあらず、おののく手に封を切ると、まさしく、 それは小菊の筆だったおおやはりそうかあの夜扶養畑の中で後から手紙に書いて送ると言った約束の文であろう勘三郎は人目を避けて森の茂みへ入ると草の上に腰を下ろして開いた心関揃をまま我ことのみ 申し上げろう。いつぞや兄上様にお願いのことありと申し上げ騒うは、私と友之助様の気にて。何友と小菊。勘三郎は不安になって次を急ぐ。父上にはなかなか、兄上様にこそお打ち明け申しろう。 まこと、この春より、とものすけさまは、こぎくのおっとにござそうろう。あ、かんざぶろうは、ぐさと胸を刺され、思わず苦痛のうめきをあげながら、神戸を垂れた。とものすけこそ小肉の夫、こぎくのおっと。こぎくのおっと。なんと鋭いとげのある言葉だ。 しかし、勘三郎はきっと唇を噛みしめながら次を読む。だらものとのお叱りはもとより、叱る上に、また、一つお願いの子座騒ろう。危機をび騒ろうところ、この度の戦こそ、皆皆様必死にて、一人も生きて帰ること、おぼしつかなしとのこと。夫を戦場に失うは、 武家の習いなれば、かねて覚悟のことには候えど、生前に一目あって未来の約束交わしたく候。ろ未練者とのお下げすみ、重々承知にて、小菊が七章をかけてのお願い、兄上様におすがり申し揃ろう。私、ただいま、 須賀川のご本人に参り降り揃えば、何とぞ一目だけお合わせ下されたくお計らいのほどお待ち入り候。う。<laughs> ああ。勘三郎は胸をつかんだ。知らなかった。知らなかったぞ、小木くん。お前が友と。 恋中であろうとは。七。黄昏の霧が森を暗く包んだ。一時ばかりして、勘三郎は森の中から出てきたが、顔色青ざめ、目くぼみ、苦悩の跡が痛ましいまでに深く刻みつけられていた。人所ではすでに炊飯を終わって、最後の晩餐をするために、 大使たちは円座を作って集まった。谷ンザ勘三郎は近寄って声をかけた。本陣への使いだ。支度をしてすぐに出立してくれ。急ぐぞ。死者俺が行くのか黙って大股に自分の馬だまりの方へ行く勘三郎の後を友之助は顔色を変えて追った。 この瀬戸際へ来て、自分一人だけはタイから切り離される。さては、いよいよ、関座の関係かと思った。何のために俺を選ぶのだ命令だ。説明する必要はない。嫌だと言ったら。勘三郎は振り返って、一風の書状を差し出した。友之助は挑戦するように、 勘三郎の顔を見上げたが、相手の目は冷たくさえ、引き結んだ唇には拒むことを許さぬ威厳があった。これが殿へのご報告だ。野衆は九つから始める。塚川へ行ってきたのでは間に合わぬから、ここへ帰ってくるには及ばぬぞ。そうか。友之助はしたりとうなずいて。そうだったのか。 今初めて分かったぞ。今日まで俺を殺さなかったわけが。殺すよりももっと辛辣な復讐の方法だな。屍と隊が全死最後の野衆に、俺一人が遅れて生き残るのだ。俺だけが残って生き恥を。行け。急ぐのだ。勘三郎の叫びは苦しそうだった。行こう。隊長の命令に背くことはできぬ。 これで貴様も満足だろう。だが一言言っておくぞ。俺は貴様を呪ってやる。地獄の底までも呪ってやるぞ。ゲスメ。友之助は身を震わせながら足早に自分の馬の方へ去っていった。勘三郎はしばらく目を閉じたままそこに佇たずんでいたが、やがて内ぶところから、 小さな複鎖包みを取り出して開いた。中には惨めにしおれた不要の花が一輪。この花をくれた小菊の気持ちが俺には今になってわかったような気がする。摘み取った花はしぼむ。小菊よ、この不要のように勘三郎の恋も枯れてしまったぞ。残るものは お前の症状な心だ。俺はお前の美しい面影を抱いて、勇ましく、内死にするぞ。勘三郎の方に、清らかな微笑が現れた。下脱した気持ち。今こそ彼は笑って、内死にができるのだ。一方、南路強行して、友之助は四つ過ぎに、 塚川の本陣へ着いた総攻め前の殺気だった陣中に相敵を調べていた政宗は静止堂からの旧志と聞いてすぐに友之助を親しく招き寄せた「野中遠路の気候さぞ難儀であったろう許す将棋をやれ」は政宗の言葉に金銃の死が将棋を取って友之助へ与えた。 正宗は書状を取って開く。勘三郎の上書は、6月14日以来の主株と隊の行動、野衆の司祭、討ち地にした太子の名を列記し、さらに今夜藩の攻めについて詳しく報告したもので、末尾に筆を改め、死者として差したて騒動は、 谷や谷友之助とて、あっぱれ、ものの役に立つべき人物にござ候。今宵前死必死に騒来は、鹿太隊の名誉を伝うべき者、この一人に候。御蕎麦近く、召使われ候よう、懇願し、盾祭り候。楼。鹿太隊長、勘三郎広継。うん。 政宗はうは頷いて書状を置いた。ソタ谷屋と申すかは<っ>よしよし。ただいまより、本人にとどまるがよい。主株とブ隊、生き残りとして、そばに召しつこうてやるぞ。おそばに関座から頼みもある。今宵の走行に、主株とブ隊が全滅した場合には、名誉ある大使として、名を伝うべき一人。 家宝をめでたき武功者であるぞ。心して働け。友之助は無言で提答した。死者の役、大義であった。下がって休息するがよかろう。誰ぞ、いたわってやれ。はっ。意外な名誉。友之助は、半ば、夢心地で、近重の死に伴われつつ、午前を下がる。刈屋の幕を、 外へ出たとき、闇の中から。友之助様、と低く叫びながら出てきたものがあった。誰だぎっくりとして振り返ると、足を乱して走り寄った白い顔。小菊と知って、友之助仰天した。お前、小菊か。あいとうございました。遠慮も忘れてすり寄る二人。思わず、 医師と抱き合う手と手だ。案内していた近獣の死は、それと見るより暗がりへ立ち去った。八。小菊。小菊。あなた。会いたかったぞ。会とうござりました。二人は弾んだ声で苦しく囁きながら、相手の肩を背を撫で引き締め。 疲れたごとく激しい愛撫を繰り返した。やがて友之助は身を離し、それにしても無分別な女の身で戦場へ来るなどとはどうしたわけだ。叱らないで、ね。小菊は甘えるように、今度はとても生きてはお帰りは難しいと伺いましたので、生前今一度お会いして未来の約束をしたいと存じ、 恥を忍んでお兄様におすがりしたのです。ちょっと誰にすがったって。お兄様ですわ。今日ご本人から使者が立つのへお頼みしてお手紙を差し上げたのです。お聞きになりませんでしたか。友之助は愕然とした。小菊から勘三郎へ。 一目合わせてくれと手紙をやった。それでは、勘三郎が今宵自分を本人へ死者に立てたのは復讐する手段ではなかったのか。知らなかった。友之助は低くうめいた。今こそはっきりする。勘三郎は小菊の手紙を読んで、初めて小菊の心がわかったのだ。 彼は自分の恋を諦めて、小肉の幸福を図るために、俺の命を助けたのだ。かんは初めから、俺を殺そうとなどしていなかった。それを俺が一人で疑い、憎み、呪っていた。今宵のあの青白い顔は、何もかも諦め、俺たち二人の幸せを祈る顔だったのだ。 かんざぶろは死ぬぞ。ああ、謝った。友之助はきっと表をあげる。今行く、さらばだ。あ、どうなさいますカンザは死ぬ。俺は、カンザを殺すことはできぬのだ。行くぞ。ぐっと女の手を握ると、 待って。取りすがる小菊の手を振り離して、友之助は繋いでおいた馬の方へダットのように走った。またしても霧のような雨が。神座、生きていてくれ。友之助は馬首を静止堂へ向け、鞭をあげながら心に叫んだ。このままでは死なせぬぞ。 って一言、詫びが言いたい。生きていてくれ、感ざ。暗暗たる道、飛沫を飛ばすひずめ。例年の畑、林、丘の差別なく、友之助は狂気のように鞭を当て、鞭を当て、馬を煽って東本へ来ると、峠を左に見て右へ取る。身隠れの森から長沼城へ。 主株とブ隊の攻め口を逆に回る道筋だ。幾度か綺麗につまずいて転倒する馬を引き立て引き立て強行を続けるうち、ようやくこの間越しにかがり火の光がちらちらと見え始めた。潮騒のごとく群馬の声も聞こえる。合戦はすでに始まったらしい。 待ってくれ、ザ座。友が行くぞ。さらに定心十四丁、主人を失った馬が、三頭五頭と共本してくる。もうすぐそこだ。うわあ手に取るように近づく時の声。ついに戦場が完全に展開した。乱れ飛ぶ健康、共感、死のうめき、馬も人ももみ返し。 ゆり返し、燃え盛るかがり火に、目を血走らせた軍兵の切り結ぶ姿が、地獄へのごとく映し出された。友之助は脇目も振らず、死闘の群れの中へ馬を乗り入れる。陰険する朱色の兜めがけて、剣を大きく振りながら叫んだ。神座ざ、友はここだぞやたけびが彼の声を消した。 神座、どこにいる友が来たぞ、神座。友之助はここに来ているぞ。しかし、怒涛のような先人は、人も馬も覆い隠し、渦巻く殺気共感。乱軍の中に、何もかも、混沌と巻き込んでしまった。夜が明けた。合戦は終わった。 勢は大勝して黒川城を占領し葦名一族は戦場を脱して南へ遁走した勝ちどきの声天地を揺るがす輝かしい朝の晴れ間谷や友之助は絡めての戦跡を回って華々しく枕を並べて討ち死にしている鹿太大使の中からようやくにして 杉森勘三郎の屍を探し出した。お勘三。友之助は声を震わせながら勘三郎の泣き殻を抱き上げ、冷たい胸へ力を失せて泣き伏した。とうとう、会えなかったな。一目会いたかったのに、一目。残念だ。 神座、俺を許してくれ。許してくれ。おえつがとものすけの言葉をとぎらせた。またしても黒川城の累壁を揺るがして、高々かかと勝ちどきの声が上がった。二度、三度。長い輪雨が上がるのであろうか。東の空にくっきりと強く、 青空が描かれていた。勘三郎の死に顔は晴れ晴れと笑っているかのように見える。そして冷たくなった左手にしっかりと草包みを握っていた。不要の花を秘めたあの草包みを。